絵本ニュースタジオへようこそ絵本デラビでございます。それでは今からサンダーボルツプロジェクトの、解説を始めたいと思います。電気的宇宙論皆さんご存知ですかね。私が、20年ほど前に出会った、素晴らしい、新説だと言ってもよいでしょうね。電気的宇宙論は革命的で、私たちの太陽系の惑星の配列は、変わったりすることがその中心の発想ですね。最近、土星の新情報があったのは、なんとそのリングに存在する水は地球上の水と全く同じ素質である。実はこれはイマニュアル・ヴェリコフスキー、あの名作衝突する宇宙の基本発想だったんですね。昔は土星と地球はもっともっと近かったんですね。昔の人たちは別の太陽があったという表現があったのは、実はその別の太陽は土星だったんですね。土星から地球に水が降り注がれたようなイメージですね。そんなことあり得る？実は、ウォール・ソーニル博士は結構長らくこの電気的宇宙論の先端の発想のリーダーとして、いろんな予測をすることで本当のサイエンティストとして成功しました。じゃあ彼の話を聞きましょう。特に宇宙物理学のトレーニングは佐野ばっかり使ってるという問題を指摘してるこの、マギル・クリスト博士は、新しい本でもって私たちの教育システムの根本問題はその、左半球なんですね。私たちの佐野は、思い込みいっぱい持って私たちの固定観念に合わない発想は全て捨てられてしまうという制限がある。だからこそ宇宙は重力に支配されていて電気なんか存在し得ない。けれども、ハンス・アルフェン博士はプラズマ宇宙論でノーベル賞を受賞されたことをよく忘れられてるんですね。電気的宇宙論へようこそ。電球のように明るくなったりする、星々がプラズマ海に浮いている昔の土星、リングのない土星、火星、地球、距離的にもっと近かったプラズマ海で浮いている惑星として、そうなるとこの、半明るいプラズマの影響を受けるのはこの地球なんですね。もともとは土星は褐色矮星だったという、ことで、もう完全につながっていたんですね。昔の、土星と地球、プラズマでつながってるというイメージを、持っていただければどうかなと思いますね。だから地球から見れば第二の太陽、そこまで我々の太陽の明るさではないんですが、第二の太陽だったんですよ皆さん。ですので、これはサイエンスニュースの先月12月3日のニュースで、このリングの水と地球の水は全く同じ素質であるという驚くべきサイエンスニュースでございました。
place to place, but no one smiles to help me chase those big city blues. I'm like a little tot that needs a lot of tenderness and care. All I've got is just a lot of sorrow and despair. Won't someone please?次はですね、大変注目すべき陰謀説が浮上しました。この壊滅的な、グリッドの問題は、数箇所でアメリカ中に起こりました、現象、実際の映像ですね、これは加工されていないと思われます。この動いているものは、一般説では、プラズマアーク現象、その発電所から出た、プラズマ現象だと。だから原因結果は逆になっているようですね。普通これを見れば、そのわけのわからない飛行物体から、原因が出ているのではないかと。フラッシュをすると、どっかで爆発的な、そのエリアのグリッド、パワーグリッドの、問題が起きる。非常にわかりづらいけれども、面白いことに、この色合いですね、空はもう全体的に、ブルーに、またはグリーンに変身したりする、現象が注目すべきだと思いましたね。しかし、この問題が浮上したタイミングと、国が事前に報告する先ほどのリポートのタイミングは私はちょっと注目したんですね。事前にこういう古い電気グリッドがあるから、問題が起きるでしょうというタイミング。そしてこの、色の、空の色の全体的なその変化。これが果たしてちょっとした、発電所から来るもんでしょうか。スターゲートアトランティスのもう大好きな昔のアトランティス関連の、テレビシリーズとのドッキングはどこにあるかというと色合いですね、その空は同じ色になると大変これは注目されました。Electrical Arc in Sky Louisiana だけを検索するとこれだけの、サイトの情報を YouTube は出てまして、いろんなアングルから研究する人たちは全世界的にいる中で、こういった陰謀説 Anonymous Warning Power Grid Failure Event というこれからわざと国は電気グリッドをハッキングして、テロの、ことだと言ってヘルゲートブリッジにあったんですね、近くにこの発電所だから、地獄のブリッジの近くに古代アトランティスの、崩壊イベントは近いよという内容をもうみんな絶対知りたがってるじゃないでしょうかね。で、英語圏の国々で、ああ、狂言ってこんなに面白いもんだったのかというふうに知っていただくということが目的です。はい、だから、まず、先生の自己紹介をお願いしたいと思います。はい。ですね、私は小笠原忠と申しまして、もともと東京出身なんですけれども、今、大阪にそうですね20年以上になりますかねになるんです。で、職業は狂言師です。職業は狂言師ですってかっこいいですねなかなかそれが言える人はいないので職業は狂言師です、で、狂言師って何ですか。ほとんど今の現代の日本人、職業は狂言師って言ったら
おそらくわからない方が多いから、はい、狂言師って何の職業でしょうか。はい、狂言というのはですね、今から650年前に今現在の形ができたと言われていて、現代まで一度も途絶えずに伝承されている世界最古のお芝居なんですね。世界最古の芝居です。はい、そうです。素晴らしいですね。はい、で650年前に突然できたわけではなくて、その源流になるものはもっともっと古代に遡って、大げさなこと言うと、まあ、縄文時代ぐらいからあるわけですね。で、一体どういうものかというと、神に祈りを捧げる、まあ、神事だったわけですね。ご神事、それがだんだん様式化していって、そして650年前に今私が伝承しているその狂言の形が、まあ、できたというふうに言われているわけです。それだけとてつもなく長い歴史を持つにもかかわらず、現代人はほとんど知らないということは、ね、どういうことであろうか。そうですねまあだからもうその環境になくなってしまった。あ、うん、だから身近にないものなんですよね。自分で学びに行かないと、興味を持たないと、触れる機会がないと、これがまず一番の原因なんだと思いますけどもね。で、歴史的にですね、650年間続いてるんですけれども、江戸時代という時代に武士に抱えられることによって、うん、庶民性を失ってしまうんですよ。ですからもう庶民に見せるものではなくて、まあ、そういう為政者というか、お上というかですね、アッパークラスの人たちに見せるような形で、どん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 洗練していくわけなんですよ。まあ、簡単に言うと、難しくしていってしまった。だから芸術性は高まったんですけれども、そういう裾野が広がらなくなってしまったというか、庶民性がなくなってしまったんですね。だからまあ致しかゆしで、とても非常に様式的で美しいで洗練されてるんですけれども、一般の人にはよくわからないというような、まあイメージになってしまうんですね。で、敷居が高いと、武士とか貴族に抱えられていたので、なんか恐れ多いとか難しいとか、なんかもう清掃して着物着ていかないといけないんじゃないかとか、なんかそういうイメージがつきまとってしまって、だんだんこう、庶民とこう距離ができていってしまったんですね。それともう一つは、僕が思ってるのは、明治維新という時代に非常に、まあ、日本の文化っていうのは失われてしまうんですね。悪い外国人の影響を受けましたですね特に悪いスコットランド人の影響まあだから、いやでも本当に今の話は初耳なんですよ、うん、その庶民のためのものは貴族にある意味においては乗っ取られて取られてしまいまして、うん、超エリート層の人のためだけに、うん、されたということ初耳なんですね、うん、で おそらくこれは一般的に知られてないことかもしれない、現代日本においては、うん、それだけいいものがあったにもかかわらず、うん、我々のものだったんですよね。そうです、縄文時代から始まり、そうです、日本人の皆さんのものなのに、うん、まあ盗まれたというふうにしか私は思えないような流れですよね。残念ですね。でもう一つまた残念なことは、私はその狂言師なんですけれども、自分の狂言というものを、まあ、媒体にして。まあグローバルリサーチと申しますと、私と妻ソニアはこの25年間、数多い世界的な研究兼ワークショップを行ってまいりましたことは、新しい視聴者の方々がおそらくご存じないかもしれません。今までのお付き合いあった方々も、こういった人と一緒にワークショップをやってきたこともご存じないかもしれないので、最後にですね、これらのショットを見ながら、
ユカタン半島、まあマヤは6回行きました。シルバリーヒルですね、イギリスのミステリーサークルの中心地、パレンケ、古代マヤの首都の一つで、日本国内でもこういう方とのイベントをやりながら、いろんな角度から、これはイスラエルなんですね、結婚式、ロスリン、礼拝堂ですね、こちらはスコットランドの北部のオークニー、古代遺跡、ミステリーサークルなど、まあこのようにしてこの25年間本当に世界各国で、その場で、地元のエキスパート、まあ、そういった、テーマに、一番精通している先生たちの、参加も兼ねてですね、特に古代文明のルーツはどこにあるのか、本当にあったのかとか、まあ、マルティテクスチュアルというんですが、多層的多面的な研究、シャマニズムをも含めて、人間というものの歴史はどうなったのでしょうか、人間の意識は果たして脳から作り上げられるもんでしょうか、もう謎解き謎解きの25年間の末尾にですね、今このような形でもって新しいテクノロジーを通して皆さん方に15分前後でもってその1週間の我々は注目した方が面白いじゃないのかなというようなニュースを提供させていただきたいと存じますので、ぜひとも今後ともこのエハンニューススタディオにご参加をお願いしたいと思っております次第。それではまた近々次のリポートをさせていただきます。エハン・デラヴィでした。どうもありがとうございました。